はい、皆さんこんにちはです。というわけで今回はですね、こちら、ラスベガスのライトを購入してきました。こちらラスベガスの、お土産でございますけれども、まあ、結構軽いけど多分いい感じのが入ってると思います。まあ、12ドルぐらいですね。なんでまあ1500円ぐらいかな、そんぐらいだと思います。で、まあどんなやつかはまだわかりませんけど、見た感じ結構ライトみたいな感じですね、多分。さっきも言ったけど。で、なんかピカピカ光るみたいな、ラスベガスによくある看板のライトみたいな感じかな。さあ、開きました。おう、いいんじゃね？中は何もないね。じゃあ、こいつを開けていきましょう。さあ。開いた。さあ。こんな感じになってますね。今のところ光ってないけど、ここ周りが LED みたいな、どうやってつければいいんだこれは。つけ方がわからん。あ、電池式か。ここでオンオフになってまだ電池が入ってないと。じゃあ入れますね。はい、こんな感じで入りましたね。では閉めていきます。さあ、どんな感じになるかな。蓋閉めのあれ、はい、こんな感じになって、で、ここにネジを入れていく感じ。あ、ドライバー閉まっちゃった。はい、完了いたしました。では早速ですがオンにしていきますか。ちょっとカメラ合わせのここですね。ここ後ろなんで3、2、1。うおー、結構すごい。これ結構すごい。ピントが合ってない。あ、ピントが合わない。あった、こんな感じ。結構すごいピカピカしてますね。ちょっと電気消してくるわ。ちょっと待って、窓も閉めて。いいんじゃないの？これいいんじゃないの？これ。うおー、めっちゃいいじゃん、これ。うおー。ただこれはライトじゃなくて置物だよって書いてあったんですけどね、箱に。うおー、めっちゃ眩しいじゃん。これはこんな感じでいいと思いますね。では、今回は、ピントが合わない中、こんな感じで終わらさせていただきたいと思います。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。